Smoke on the Water は、イギリスのロックバンド、ディープ・パープルの楽曲。1972年に発表した、アルバム、マシンヘッドに初収録。1973年には、アメリカ版シングルが、ビルボードホット100で4位に達し、8種以来5年ぶりの全米トップ10シングルとなった。また、バンドの母国イギリスでは、バンドが一度解散した後の1977年に、 全英シングルチャート21位に達している。ファンキークロードことクロードノブス、モントルージャズフェスティバルの創始者2014年夏のカジノの外観この曲を含むアルバムのレコーディングは、移動録音スタジオ、モービルユニットの設備を用い、スイスのレマンコに望むモントルーのカジノ内にある、ステージで行うことを予定していた。しかし、 レコーディングを目前に控えた1971年12月4日、フランクザッパのコンサート中に観客がフレアガンをラタンの天井に向けて発射したことで火災が発生し、カジノは全焼してしまった。そのためメンバーは別の場所でのレコーディングを余儀なくされたが、本局にはその一部始終が歌詞に綴られている。なお、その後カジノは再建され、 建物内には録音スタジオ、マウンテンスタジオが設置された。近隣の公園には同曲を記念したバンド名、曲名及び曲冒頭のリフを譜面にあしらったモニュメントが設置されている。当時は数合わせに作った曲であり、コンサートでの演奏リストにも入っていなかった。最初のシングル版としての候補曲は、ネバビフォアが上がっていたが差し替えとなった。よくチェッペリンは、 黒人音楽の影響を受けていて、パープルはクラシック音楽の影響を受けているとも言われるが、必ずしもそうではない。NHK イタブのクラシック番組で宮川明が解説した通り、この曲のイントロ部分は国権を多用し、黒人音楽のリフを強く感じさせるものになっている。このリフを演奏する際、リッチー・ブラックモアは下方向から上方向へ、 アップピッキングで演奏をしている。また、ギター、キーボード、ドラム、そしてベースと、ジョニ折り重なる導入部は、クリームの手法とも共通した部分もある。ロジャー・グローバー、リッチー・ブラックモア、イアン・ギランらは、パーフェクトなアンサンブルで演奏していた。レインボーや、イアン・ギランはライブで、この曲を演奏した。 イアン・ギランは1983年にはブラックサ・バスのコンサートでこの曲を歌っており、ブラックサ・バスのアルバム、悪魔の落とし子のデラックスエディション版にライブ音源が収録されている。また、王様がアルバムに同曲を収録し、ライブでも演奏している。五星、時和文字兵により時和武節に編曲された、スモーク・オン・ザ・ウォーター改め大江戸の火消しがある。 時和剣太夫による日本語詞は原曲を踏まえつつ、微細天文でに琵琶湖藩を訪れた江戸の火消しが火事に遭遇した内容になっており、気遣りの歌唱も取り入れている。この曲はテレビ朝日、題名のない音楽会21でテレビ放送された。ありがとうございます。